「いでチャンネル」をご視聴いただき誠にありがとうございます今回お届けするのは宮沢賢治セネズミある古い家の真っ暗な天井裏に「 という名前のネズミが住んでいましたある日ツネズミはキョロキョロ四方を見回しながら床下街道を歩いていますと向こうからイタチが何かいいものをたくさん持って風のように走ってまいりましたそしてツネズミを見てちょっと立ち止まって早口に言いました「おいツネズミ お前んとこの戸棚の穴から金平糖がバラバラこぼれているぜ。早く行って広いな。」。「背ネズミはもうひげもピクピクするくらい喜んでいたちにはお礼も言わずに一三にそちらへ走って行きました。ところが戸棚の下まで来た時いきなり足がチクリとしました。そして 止まれ誰かという小さな鋭い声がします。セネズミはびっくりしてよーく見ますとそれはアリでした。アリの兵隊はもう金平糖の周りに四重の非常線を張ってみんな黒いマサカリを振りかざしています。二三十匹は金平糖を片っ端から砕いたり 溶かしたりして巣へ運ぶ支度ですチェネズミはブルブル震えてしまいましたここから家へ入ってならん早く帰れ帰れ帰れアリの特務総長が低い太い声で言いましたネズミはくるっと一つ回って一目散に天井裏へ駆け上がりましたそして巣の中へ入って しばらく寝転んでいましたがどうも面白くなくて面白くなくてたまりませんアリはまあ兵隊だし強いから仕方もないがあのおとなしいいたちめに教えられて戸棚の下まで走っていってアリの総長に剣筑を食うとは何たる尺に触ることだとゼネズミは考えましたそこでネズミは つからまたちょろちょろ這い出して木小屋の奥のイタチの家にやってまいりましたイタチはちょうどトウモロコシの粒を歯でコツコツ噛んで粉にしていましたがセネズミを見て言いましたどうだコンペいがなかったかいイタチさんずいぶんお前もひどい人だね私のような弱いものをだますなんてだましゃせん 確かにあったのや。あるにはあっても、もうアリが来てましたよ。アリが、へい、そうかい、早い奴らだね。みんなアリが取ってしまいましたよ。私のような弱い者を騙すなんて。惑うてください。惑うてください。それは仕方ない。お前の生きようが少し遅かったのや。 知らん、知らん。私のような弱い者を騙して、惑うてください。惑うてください。困ったやつだな。人の親切を逆さまに恨むとは。よしよし。そんなら俺のコンペトをやろう。惑うてください。惑うてください。えい、それ持っていけ。てめえの持てるだけ持ってうせちまえ。 てめえみたいなぐにゃぐにゃした男らしくもねえやつは面も見たくないねえ。早くモテるだけ持って、どっかへうせろ。イタチはプリプリして金平糖を投げ出しました。ゼネズミはそれをモテるだけたくさん拾ってお辞儀をしました。イタチはいよいよ怒って叫びました。えい、早く行ってしまえ。 てめえの取った残りなんかウジ虫にでもくれてやら!」。「ツネズミは一目散に走って天井裏の巣へ戻って金平糖をコチコチ食べました」。こんな具合ですからツネズミはだんだん嫌われて誰もあまり相手にしなくなりました。そこでツネズミは仕方なしに今度は。 柱だの、壊れたちりとりだの、バケツだの、放棄だのとの交際を始めました。中でも柱とは一番仲良くしていました。柱がある日、ゼネズミに言いました。ゼネズミさん、もうじき冬になるね。僕らはまた乾いてみりみり言わなくちゃならない。お前さんも今のうちに、 いいいいいヤグの支度をしておいたうがいいだろう幸い僕のすぐ頭の上にスズメが春持ってきた鳥の毛やいろいろ温かいものがたくさんあるから今のうちに少し下ろして運んでおいたらどうだい。僕の頭はまあ少し寒くなるけれど僕は僕でまた工夫するから。ゼネズミは、 最もとと思いままししたた。のので、早速その日かかから運び方にかかりましたところが途中に急な坂が一つありましたのでネズミは3度目にそこからストンと転げ落ちました柱もびっくりして「ネズミさん怪我はないかい怪我はないかい?」と一生懸命体を曲げながら言いました。 ネズミはやっと起き上がって、それから顔をひどくしかめながら言いました。柱さん、お前もずいぶんひどい人だ。僕のような弱いものをこんな目に合わすなんて。柱はいかにも申し訳がないと思ったので、ネズミさん、すまなかった。許してください。と、一生懸命わびました。 ゼネズミは図に乗って、許してくれもないじゃないか。お前さえあんな孤尺な指図をしなければ、私はこんな痛い目に遭わなかったんだよ。惑っておくれ。惑っておくれ。さあ、惑っておくれよ。そんなこと言われたって困るじゃありませんか。許してくださいよ。いいや。 弱いものをいじめるのは私は嫌いなんだから、まどっておくれ、まどっておくれ、さあ、まどっておくれ。柱は困ってしまって、おいおい泣きました。そこでネズミも仕方なく、巣へ帰りました。それからは、柱はもう怖がって、ネズミに口をききませんでした。 さて、その後のことですがちりとりはある日ツネズミに半分になったモナカを一つやりましたするとちょうどその次の日ツネズミはお腹が痛くなりましたさあいつもの通りツネズミは「まどっておくれ」よ、100ばかりもちりとりに言いましたちりとりももうあきれてネズミとの交際はやめました またその後のことですがある日バケツはツネズミに洗濯ソーダのかけらを少しやってこれで毎朝お顔をお笑いなさいと言いましたネズミは喜んで次の日から毎日それで顔を洗っていましたがそのうちにネズミのおひげが10本ばかり抜けましたさあツネズミは早速バケツへやってきて 戻っておくれ、戻っておくれよ、250ばかり言いました。しかし、あいにくのバケツにはおひげもありませんでしたし、惑うというわけにはいかず、すっかり参ってしまって、泣いて謝りました。そして、もうそれからは、ちょっとも口をききませんでした。道具仲間は、 みんなじゅんぐりにこんな目にあってこりてしまいましたのでついには誰もみんなツェネズミの顔を見ると急いで脇の方へ向いてしまうのでしたところがその道具仲間にただ一人だけまだツェネズミと付き合って見ないものがありましたそれは針金を編んでこさえたネズミ捕りでした ネズミ捕りは全体人間の味方なはずですが近頃はどうも毎日の新聞にさえ猫と一緒にお払い物という札をつけた絵にまでして広告されるのですしそうでなくても元来人間はこの針金のネズミ捕りを一遍も勇退したことはありませんでした。ええ それはもう確かにありませんとも。それに、さも触るのさえ汚いようにみんなから思われています。それですから、実はネズミ捕りは人間よりはネズミの方に余計同情があるのです。けれども、大抵のネズミはなかなか怖がってそばへやってまいりません。ネズミ捕りは毎日優しい声で、 ねずみちゃんおいで今夜のごちそうはアジのおつむだよお前さんの食べる間私はしっかり押さえておいてあげるからね安心しておいで入り口をパタンと閉めるようなそんなことをするもんかね私も人間にはもうコリコリしてるんだからおいでよそら なんてネズミを呼びますがネズミはみんな「へんうまくいってら」とか「へいへいよくわかりましてございますいずれ親父やせがれとも相談の上で」とか言ってそろそろ逃げていってしまいますそして朝になると顔の真っ赤な下男が来てみて「また入らない」「ネズミももう知ってるんだな」 ネズミの学校で教えるんだなしかしまあもう一日だけかけてみよう」と言いながら新しい餌と取り替えるのでした今夜もネズミ鳥は叫びました「おいでおいで今夜のは柔らかなはんぺんだよ餌だけあげるよ大丈夫さ早くおいで」。 ゼネズミがちょうど通りかかりました。そして。親ネズミ捕りさん、本当に餌だけをくださるんですか？と言いました。おや、お前は珍しいネズミだね。そうだよ。餌だけあげるんだよ。そら早くお食べ。ゼネズミはぷいっと中へ入って。 むちゃむちゃむちゃっとはんぺんを食べてまたぷいっと外へ出て言いました「おいしかったよありがとう」「そうかいよかったねまた明日の晩おいで」次の朝下男が来てみて怒って言いました「えい餌だけ取っていきやがったずるいネズミだな」 しかしとにかく中へ入ったというのは関心だ「うそら今日はイワシだぞ」そしてイワシを半分つけていきましたネズミ鳥はイワシを引っ掛けてせっかくツェネズミを来るのを待っていました夜になってツェネズミはすぐ出てきましたそしていかにも恩に着せたように「こんばんは」 お約束通り来てあげましたよと言いました。ネズミ鳥は少しムッとしましたが無理にこらえてさあ食べなさいとだけ言いました。ツネズミはプイッと入ってピチャピチャピチャっと食べてまたプイッと出てきてそれからオーフに言いました。じゃあ明日。 また来て食べてあげるからねブーとネズミトりは答えました次の朝ゲナンが来てみてますます怒って言いましたえいずるいネズミだしかし毎晩そんなにうまく餌だけ取られるはずがないどうもこのネズミトり目はネズミから賄賂をもらったらしいぞ もらわん,もらわんあまり人を見損なうな」とネズミ鳥は怒鳴りましたがもちろんゲナンの耳には聞こえません今日も腐ったはんぺんをくっつけていきましたネズミ鳥は飛んだ疑いを受けたので一日プンプン怒っていました夜になりましたツェネズミが出てきてさもさも大儀らしく言いました ああ、毎日ここまでやってくるのも、並大抵残っちゃない。それにごちそうと言ったら、せいぜい魚の頭だ。嫌になっちまう。しかしまあ、せっかく来たんだから仕方ない。食ってやるとしようか。ネズミりさん、こんばんは。ネズミりは、針金をプリプリさせて怒っていましたので、ただ一言、 お食べ、と言いました。ゼネズミはすぐプイッと飛び込みましたがはんぺんの腐っているのを見て怒って叫びました。「ネズミ捕りさんあんまりひどいや。このはんぺんは腐ってます。僕のような弱いものをだますなんてあんまりだ。まどってください。まどってください。ネズミ捕りは思わず、 針金をリュウリュウと鳴らすくらい怒ってしまいましたそのリュウリュウが悪かったのですピシャッシーンエサについていた鍵が外れてネズミ鳥の入り口が閉じてしまいましたさあもう大変ですゼネズミは気違いのようになって「ネズミ鳥さんひどいや ひどいや。うー、悔しい。ネズミとりさん、あんまりだ。と言いながら、針金をかじるやら、くるくる回るやら、地段だを踏むやら、わめくやら、泣くやら、それはそれは大騒ぎです。それでも、まどってください、まどってくださいは、もう言う力がありませんでした。 ネズミとりの方も痛いやら尺に触るやらガタガタブルブルリウリウと震えました一晩そうやってとうとう朝になりました顔の真っ赤な下男が来て小おりして言いました閉めた閉めたとうとうかかった意地の悪そうなネズミだな さあ出てこい小僧おしまい最後までご視聴いただき誠にありがとうございますもしよろしければチャンネル登録をして次の投稿もお待ちいただけますと幸いに依存じますお相手はいで あさとでした。